市上陸して上手に前足を振ってご挨拶ができました。さあ、このモダンハウスラスたちなんですが、このモダン模様が最大の特徴ですよね。このモダン模様、一体一体模様は違うんです。そして一生変わることもありません。ですので、今日はぜひ皆さん、このモダン模様をぜひ覚えていってください。アラスのモダン模様なんですが、体中にはとっても細かいモダン模様がたくさんついています。この体中にたくさん小さなモダン模様を見つけたら、ぜひアラスなども見つけてあげてください。そして今は展示を中止しておりますナノカなんですが、ナノカのモダン模様が大きいことが特徴的です。後ろにもこのナノカとアラスの見分け方というポスター展示してありますので、ぜひ時間があるときに見ていってください。
でご覧になるお客様、外の通路の両側までお越しください。またペンギンたちの小屋の前、一度締め切らせていただきます。そのためペンギンたちを見るお客様、今のうちにご移動をお願いいたします。違いがあるんです。1年ほどかけて大人のペンギンたちの方が
感謝に収めてあげてください。さあ、そして今フィーディングタイムで餌をもらっていますよね。その餌なんですが、アジとイカの中といった2種類の魚を入れています。1.30g ほどの小さなものです。これ以上大きいとピレキンたちうまく飲み込むことができないので、このように小さなアジやイカなどをあげているんです。そしてペンギンたちが餌を飲み込む方向に注目してみてください。ペンギンたち餌を飲み込む方向大体一品です。ペンギンたちは魚を頭の方から飲み込んでいくんです。しっかりと飲み込んでしまうとヒレや骨が引っかかってしまうので、このように頭の方から飲み込んでいくのではないかと言われています。たとえ飼育員がしっかり魚をあげたとしても、上手に加え直して頭の方から魚を飲み込んでいくんです。口の中には上顎を下顎にギザギザが入っています。このギザギザの構造によって一度捕まえた獲物を出さないようにしているのではないかと言われています。12番おーい頑張れー。この時何個を寄せることに気づきましたか。はい、この時一体何かというと、ペンギンたちの名前代わりの番号なんです。長い方の水族館はペンギンたちを番号で呼んでいます。1番から25番です。この番号をどこでペンギンたちを飼育員は見分けているのかというと、翼についている団子で見分けています。ペンギンたちの翼には一羽一羽色がついたビーズのようなものがついていますよね。この色の並び一羽一羽違うんです。そのためこの色の並びを見て飼育員は1番から25番と番号を書いて呼んでいます。皆さんもぜひこの25話の中からお気に入りの1話を探してみてくださいね。はい、では私の解説次第となりますが、フィーディングタイムはもうしばらく続いていきます。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。ペンギンたちの後ろの通路は開放していきます。ご移動されるお客様、後ろの通路からご移動をお願いいたします。10なご、22から25がまだ少ない。はい、はい、15なご、はい、23なご、はい、28なご、はい、食べに行け、いいよ、食べなくて、食べなくていいよ、あとでいい。